はい、どうも皆さんご視聴ありがとうございます。熊野坂田です。よろしくお願いします。そして裏には塚地がいるんですけれども、塚地、大阪行ってきたんです。行ってたね。まあ塚地がね、たまたまちょっとスケジュールが合わないっていうことでね、二人で店内撮影できるっていうことだったんで、そうね、行ってきて結構貴重なね、映像になったんじゃないかななんて、あれ見た？見ましたよ。見ました。優しいお店長さんでね。そうそうそう、河津さんね、すごいいい人だったんだけど、あの時さ、俺買わなかったじゃん、うん、やっぱさ、あんだけ動画でね、登板機会増やしたいんで買いませんみたいな、うん、結構俺多分いたる動画で言ってたのかなと思うんだけど、そうだね、そういう印象あるじゃん、うん、ちょっとね、ハヤトがあの後やっぱ履いてんじゃん、あれ。ああ、そうね、サイドボア、うん、かっちょいいやん。ほんで、日本のバーベキュージャパンが依頼して作ったというか、発想が日本のね、足に合うっていうやつで俺履いてさ、めっちゃ感動してたやつがあるんですよ、うん、あれ欲しいなと思って、買っちゃうかな。買っちゃう。まあ、EC 結構充実してるね、ブランドなんで、うん、別にもう足入れはしてさ、もうサイズは知ってるわけだから。ああ、そうだね。もう別にどこで買おうと、ここまで来たらもう意味がないというか問題ないわけよ、うん、そうだからちょっと買っちゃおうかなって思って今動画を急に回し始めたんだけど。行くね。いや、お手頃なね、価格だし、うん、そうだよね、そんな高くないもんね。安いし、ちょっとなんか前言撤回みたいになるのが嫌だけどね。まあまあまあ、それ別になんかそのおいそれおいそれと買うわけじゃないですよっていうのはちょっとここで伝えときたくて、うん、悩みに悩んでのです。そうそう、一回ペンディングしてるから、だって、うん、保留からのだから。確かに、うん、復活パターンだから相当覚悟を決めてます。そう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 、だから別にそれはもうそんなね、よらっとよろっと寄ってよろっと買ったわけじゃないから、うん、そこだけはちょっとね、リスナーさん叩かないでほしいね。多めに見てもらえる、多めに見てもらえるから。でちょっとね、EC を一緒に見ながら、まあ、結局買うのは決まってるんだけれども、どんな感じの EC サイトなのかっていうのも見れればなと思ってるので、うん、まあいつも通りのあの画角にチェンジ。はい、じゃあ早速ちょっと見ていこうかなって思うんですけど、あ、これあれだね、スリムフィットラストって動画であったやつですね、1週間前の。ストーリーとかはまあまあまあ、これはね、各自見ておいてほしいんですけど、このアイテムリストってやつがね、このね、サイトはマジで充実してて、一番おもろいなっていうか、注目すべきだなと思ったのが、まずサイズが、まずセンチ表示でも選べるし、UK 表示でも選べるし、EU 表示でも選べるというところでね、なかなかこう、あんまないんだよね。センチと UK と EU まで全部サイズを変えて検索できるのが。いいなぁと思うんですけど。こういう、なんて言うんだろう。まあ、コレクションって書いてあるけど、その形だよね。デザインによっても変えれて。で、一番おもろいなって思ったのが、この幅がスリム、ノーマル、ワイドっていう3展開なんだよね。で、他だったらさ、ウィズが E ですよとか、D ですよとかさ、結構細かい表示になるんだけれども、このブランドはね、バーベキューさん3展開なんで、エントリーにはしやすいですよね。初めて買う方とかにも、まあ、買いやすい。で、こう、色もね、結構、例えばじゃあグレーのやつが欲しいなと思ったらグレー選べばいいわけですよ。なので、そのあたりはね、すごく親切ですよね。あと、これなのよ。やっぱね、送料気にする方って結構いるんだけど、送料無料なんだよね。で、ベルトとかだと確か送料無料じゃなかったんじゃないかなと思うんだけど、靴だったら全部送料無料で、で、しかもさ、EC で買うときって、やっぱ靴 EC で買うってなると、店舗行ったことない人が EC で買うこともあると思うんですけど、まあ、それがですね、しやすいように、返品交換についてはですね、1回限り送料無料でサイズ交換可能なんですよね。詳細こちらって書いてある。ちょっと見てみますか。ああ、そうだね。やっぱ合計金額が5000円以上であれば、送料がまず無料になって、サイズ交換とかであればすぐだったらね、だから8日以内にメールまたはお電話でご連絡して、で、ちょっとサイズ合わなかったんですって言って、サイズ交換希望の場合はこの用紙みたいなのがね、同封されてるから、これを発送すると。すごいっすよね。なんていうの、親切設計というか、ありがたいですよね。だから、普通に、例えばこう、アイテムリストって言って、あ、トップページはここになるんだけど、まあ、トップページでね、気になった靴があったら全然クリックしちゃってもいいと思うんだけど、自分のなんか好みのやつで、例えばだけど、新作ちょっと見てみたいなってなったとして、じゃあまあ、
幅はあの水はノーマルで、僕は UK の 5.5 とか6ぐらいなんで、このあたりで、例えばじゃあダークブラウンでとか言って、この上からさ、やっていくと、もう、これで1ページ分ぐらいに絞れてるから、はあ、じゃあどうしたらいいかなっていう風にできるわけよね。だから暗めのさ、黒とかダークブラウンのこういう色が、あの、集めてもらえるっていうのが、めっちゃ良くないっていう。で、これ新作で8種類って結構すごいよね。で、ローファーやっぱバイクさんってすごいんで、ローファーだと多分2ページ分。あ、1ページ分か。あ、1ページが結構長くできるのか。これ見やすくていいっすね。っていうね、感じなのよ。これあれなんだね。ダークブラウンでも黒っぽいのも出るんだね。あ、違うか。これダークブラウンの展開もあるよってことか。あ、そういうことか。ダークブラウンの展開がある、靴、ラストだったり、まあそのラインが出てくるってことか。そうだね。あ、そうだね。そうだね。そうだね。だからここで色も選べるのか。あ、これ使いやすいな、普通に。サイトとして。で、僕が欲しいのでね、絞ろうとすると、あの、ストリートチップで、まあ、幅ノーマル。ノーマルだったと思う。スリムじゃなかったよね。で、サイズ選んで、ちょっとブラウンかダークブラウンか、どういう表記になってるか分かんなかったんで、これどっちもやりました。で、僕が欲しいの5224のビブラムなんで、これですね。うん。これ。で、一個前のね、バイクさんとのコラボ動画見てもらった人には分かるかもしれないんですけど、こんなんじゃなかったじゃん、なんかもうちょっと色ムラあったじゃんってあったと思うんですけど、これアッパーが、多分ボックスカーフのやつがこれになってんのかな。で、あの、シカーフなんで僕が欲しいと思ったのがね。なので、こうですね。シカーフにすると変わりますよね。で、ボックスカーフにするとまた変わるわけですよ。黒か。あ、これがベガノってやつなのか。うんうん。だからシカーフで、サイズ。だからこの、結局だから、なんていうの、モデルごとにページがあって、そこのカラーだったり、アッパーの素材、レザーの素材をどうすんのっていうことなのよね。そう。で、ちょっと一個ページ戻るんだけど、5224って、ここにもあるんですよね。したら5224なんで2個あるじゃんってなるんですけど、これはダイナイトになるんですよ。だから、こっちだと、ビブラムになるんですよね。ガムレザー。ガブソールか。になるんですけど、だから、ソールとアッパーの1個ペアで1ページって感じだね。だから、ソールも好きな方を選べると。で、僕はシカーフなんで、シカーフを選んで、5.5 で、カートに追加という感じですね。で、ちょっと、合ってるかどうかカート確認して、合ってるなーって言ったら、配達希望日とか、配達の時間帯。まあ僕は別にあんまないんで。で、購入の手続きに進むと。で、ここからはね、ちょっとあまりにも個人情報なんでね、あれですけど、ここからはちょっとカットしますけど、ここからはもう配達方法を選んで、もう購入するだけなんで、すごくやりやすいですね。はい、ということで、購入が完了いたしました。めちゃくちゃ簡単でしょ？正直靴を EC で買うってなると結構ハードル高いかなっていうね、印象あるかもしれないんですよね。で、それ一つの理由としては足入れできないからっていうのももちろんあるのかもしれないんだけど、それ以外にも、その、サイトがね、結構使いづらいサイト多いんですよ。これ正直な話させてもらうと、靴業界って別になんかそんな IT してるわけじゃないじゃん。だから、まあ、ちょっと UX、UI みたいなところが複雑だったりだとか、不親切で買いづらいところもあるんですけど、このバーウィックさんね、なんかね、打ち合わせしたところによるとですね、聞いたんですけど、いろいろ、内情をね。9月頃だったかな、今年の。リニューアルオープンみたいな感じでホームページを改修していて、ホームページもだいぶ使いやすくなっている状況だというところでね、感動したんで動画にしたんですけど、これめっちゃ使いやすくないっていうね。そう。で、ベルトとかももちろん売ってるし、このね、シューツリー。これね、買いだよね。これ買いじゃない？超安くない？だって僕が使ってるラ・コルドネリ・アングレーズっていう、まあ、靴磨き職人御用達みたいな木型が、木型じゃないか、シューツリーがあるんですけど、あれ多分1個、まあ、じゃあモデルによるんですけど、1万5000円から2万円ぐらい確か、するんですよね。おろし値じゃなくてね。上代で。うん。ってなると、何分の1これ ?7 分の1ぐらいかだから。6分の1とか7分の1ぐらいなんで、まあ、これ買いだよねっていう。純正のシューツリーにこだわりがある人とかもいると思うんで、買いだと思う。だって正直送料入れてもね、5000円以下だから、未満か。5000円未満だから送料かかっちゃうんだけど、送料かかったところでそんな高くないやろっていう話なんよね。プラス1000円したって別に2万いくわけじゃないしね。全然5000円以内で全然買えるんで、いいなぁと思いましたね。うん。
でちゃんと木使われてるんで、ルブナ材いいですね。うん、これは全然買ってもありだと思います。シューツリー持ってない方はね。あ、ここにバーウィックのあれなんだね、鉄板が仕込まれておしゃれですね。かわいい、いいね。でなんかね、いろいろねストーリーとかあるんですよ。このブランドのエピソードみたいなね、どことかアルマンサにありますよみたいなのとかさ、あのグッドイヤー頑張ってますよとか、クラフトマンシップスこんなん持ってますよとか、ムービーとかね。このムービーでそのこれあれだからね、工場だからね、これ本社というか、で中が見れるんですけど、これぜひね、あのここでは流すと権利的にどうなんだっていうのもあるんで、あのぜひ見てみてください。あの中がね、どんだけ機械化されててコストパフォーマンスに優れるような企業努力をされてるかっていうのがわかると思うんで、で靴作りの光景も軽く見れるんで、まあ、全部はね見れないけど、あの軽く見れるんで、ファクトリーショップ行く感覚でね、ホームページ見てファクトリーショップ行った感覚で買うみたいなのは全然ありかなと思いますね。一個ねお得な情報に気づいたのでお伝えしておきます。ね、このオンワードクローゼットっていうサイトをね、女性だったら結構知ってる方多いと思うんですけど、男性だとねあんまり使う機会ないかもしれないんですけど、まあ、あの EC サイトですね、いろんなブランドがある、まあだからセレクトショップのオンライン版みたいな感じなんですけど、ここにも実はバーウィックが入っているというところらしいです。でこれね、なんでお伝えしたかっていうと、どこがお得なのかっていうと、このオンワードクローゼット自体があのクーポン発行してたりするんで、まあなんかこの上にもね会員限定のなんかイベントやってますよとかさ、アウターが5% ポイントアップですよとかね、まあ、そういうなんかポイントとかそのクーポンとかを目当てにするのであれば、このサイトから買った方がいいのかなとは思います。なので節約上手の皆様はこっちで買ってもいいかなと思います。まあ、僕は直の意思で買っちゃいましたけどね。はい、だいたいねどんぐらい3日ぐらい、なんちゃうか、うん、ぐらいで届きました。さあちょっとあの上の蓋だけ開けちゃったんですけど、届き方はこんな感じで、袋はねあのなんか入れるとき使ってくださいねように、このロゴも入ってて、ほら見て可愛いでしょ。で袋も結構しっかりしてますよ、ちゃんとした袋って感じで、まあ、袋はいいんですよ、付属品だから。でなぜかねこの見て、靴べら、しかもバーウィックのロゴが入ってる、まあプラスチックだと思うんだけど、メイドインイタリーって書いてます。リサイクルプラスチックらしいですが、あのついてました。これはなんでですかね。あの多分僕がネットで買ったっていうのを担当の方に伝えたんで、もしかしたら特別サービスかもね。で見てください、靴これです。えぐいや、えぐいんだよなこれ。みんなにはねちゃんと見てほしい。ちょっと一回だけ履いちゃったんですけど、めっちゃくちゃいい染めムラで、シカーフレザーっていうね、あのアッパーを使ったもので、で下がねこのビブラムね、底材がビブラムでね、いいですよ。でこのビブラムのやつはなんか軽いビブラムでいいんですよね。ほら見て、もうえぐくない、やばいべ、これ3万とかだよ、やばいっしょ。そうで、あの染めムラは今のね、あのドアップ画角で伝わったと思うんですけど、ハケ染めってなんかすごく言葉で説明するの難しいんですけど、まあ、言ったら筆みたいなハケですよね。でこうシャッシャッシャッシャってやりながら、手を震わせながら染めてく、あの染料をつけてね、シャッシャッシャッってやると、まあ、染まっていくわけなんですけど、そのハケ染めってちょっと直線的なムラができるんですよ。でスポンジで染めたりとかね、あと布を手に巻いて染めたりとか、いろんな染め方があるんですけど、ハケ染めのね色ムラっていうのがね分かりやすいポイントがあるんで、ちょっとお見せします。分かるかな、ここに線入ってんの分かる。これ別に傷とかじゃなくて、これね一番映像では目立ってるだけで、他のところにも細かいのがいっぱいあるんですよ。ハケでこうやってやってるんで、一本一本のハケの毛がこうくっついた跡なんですよね。だからそれがねかっこいいんですよ。あ、ここ分かりやすいですね、ハケ染め。これがハケ染めの特徴ですね。すごくね美しい、立体感もあるし、色ムラがあることによってのなんかセクシーさみたいなのをね演出できる染め方になるんですけど、実はあのハケ染めもねもちろんやったことあるんですけど、結構難しくてですね、難しいっていうかね手間かかるって感じかな。あの難易度で言ったら染めるのだから全部染めるのは難しいんだけど、手間がかかるんですよ。あのちゃんと染まんなきゃいけないんだけど、ムラを出さなきゃいけないっていう、なんかその
何重にもこうシャ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 ってやる、何回も何回もこう往復するんで、結構手間がかかるっていう意味で言うと、あの大変な作業になるんですけれども、そのね、あのハケ染めの、ストレートチップが約3万円で買えるってなるとめちゃくちゃいいと思います。でまあ僕はね、あのサイズはもう測ってもらったから全然心配なく買えたんだけど、サイズねまだ測ってもらってないよっていう方とか、履いてみてないよっていう方はね、あの店舗行ってから買うでもいいし、変装1回できるからだいたい自分のサイズ分かる人は1回買ってみて、それでもう次だいたいフィットするのを選べると思うんで買ってみるっていうのも全然ありだと思いますね。変装できるの結構安心だよね。まあ僕はちょっと変装はなさそうですけどね、今回は実際試しに履いたっていうのもあるんで、だからこれをねどんどん履いていって、まあ、エイジングさせていくというところなんですけど、これね長時間歩くときに履こうかなと思ってんの。帰りがいいんだよねすごく、うん、このソールちょっと俺初めてなんだけど、ビブラムが初めてっていうか、そのこのガムソールっていうんだっけなが初めてで、あんまやったことないんですけど、なんかね試着した感じはめっちゃ良かったんだよね。どこ行きたい？え？どこ？スペインじゃない？スペインね。アルマンサ。ヒロがサグラダファミリア見に行く。サグラダファミリアじゃなくてアルマンサ行ってバーウィックの本社これで乗り込みたいけどね。ああいいじゃん。はい。まあまあまあ。まあそんな感じで、こうあれ全然あの皆さん履いてみてくださいっていう感じなんですけど、こう日本人に合うラストっていうところもあってね、あのいいですよ。これはね、最近履いた靴、まあ僕が持ってる靴は全部自分の足にある程度合うように買ったんですけど、その中でも結構履きやすい方に入るんじゃないかなと思います。まあポイントはね、他の動画でも言ったけど、ここが低く、くるぶしが当たらないように低く設定されてるとことか、あと甲のどこっていう風に表現したと思うんだけど、ここがねぷっくりしてるんで包み込んでくれて、すごく優しい履き心地でいいです。まあ今回プレメンテの動画は撮らないで多分どんどん履いちゃうんですけれども、プレメンテはね裏でやって、うんなんですけど、まあまたねちょっとエイジング日記とか、まあ1年ぐらい履いたら1年履いてみましたよみたいな動画とかね、あの上げれればなと思いますので、ぜひご期待くださいと言いますところで、ね買わない買わない言ってた僕が結局靴を買ってしまったんですけども、この靴はね買って間違いないかなっていうふうに個人的には思いました。自分の足とも合ってたし、アッパのねレザーも素晴らしい、いいグラデーション、まあ僕の好きなグラデーションっていう感じだったのでね、まあ、ミュージアムカーフとはまたちょっと違うんですよね、あのシュカーフは、ハケ染めな部分でね、ちょっと違う風合いというか顔色が出て、すごくセクシーでいいんじゃないかなというふうに思いました。というところで今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録と高評価だけよろしくお願いします。ちなみにバーウィックさんの URL 貼っときますんで、ご購入ぜひね検討されてる方は買ってみてください。あとね、普通にバーウィックが安い理由を知りたいっていう方はね、あのホームページの動画を見てみてください。ストーリーっていう上のねヘッダー部分にストーリーっていうのがあって、それの下の方に行くとね、YouTube に上がってる動画が見れるんですけど、それを見るとね、こんな機械が進んでんの、確かにこれはちょっとコストパフォーマンス優れてくるだろうなっていうのが分かると思います。まあ一流ブランドももうコスパを極め始める時代が来たのかもしれませんね。と言いますところで、今回の動画は以上になります。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。